皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、2014年もあと4日で終わりです。寂しいですね。はい、ということで本当にね、2014年早かったですね。1年あっという間だなと思います。本当に何してたんだろう私っていうぐらい早い段、もうなんだろう、早く時が経ちすぎてちょっとびっくりしている森崎アリスでございます。はい、そして今日はもう2014年もあと少しということで、久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。はい、質問コーナーをやるにあたってですね、ツイッターで質問を募集させていただきました。ということで質問に答えていきたいと思います。ではいっぱいね、皆さん本当にありがとうございます。足が12本生えてきました。どうすればいいですか。どうしようか。50メートル走をとりあえず何秒で走れるか試してみる。どうしてそんなに可愛いんですか、教えてください。やだ、いい子なんですけど。ありがとうございます。ね、可愛くないです。ダイエットしてるって聞いてたので、炭水化物抜いたりしてるんですか。あとメイクアップワックスのコツを教えてください。はい。ですね、ダイエットチャンネルも開設しているんですけれども、バラちゃん並みに本当に更新全然できてないので、本当に申し訳ないんですけれども、私やっぱりこのお仕事をしていると食べロケとかに行っちゃうので、本当に、まあ、焼肉だったりとか食べるってお仕事がね、やっぱどうしても入ってしまうので、炭水化物とかを抜くっていうことができないんですね。皆さん気づいてる人と気づいてない人がいるんですけど、私実は10キロぐらい減ってるんですよ。ダイエット開始しますって言った時から変わってますか？あんまね、多分ね、あんま分かんないと思うんですけど、実際ね、約10キロぐらい減ってます。まあでも無理とかはあんまりしないようにしてます。もうリバウンドを何回もしてるので、無理しないで仕事しながら、まあちょいちょいね、有酸素運動を含んでやったりとか、いろいろなダイエット方法を試してはいるんですけど、そうですね、でも炭水化物は抜けてないです。むしろ抜きたいぐらいなんですけど、抜けてないです。はい、でメイクアップはバババババメイクアップワックスのコツを教えてくだへ。はい、教えます。メイクアップワックス、まあ、前回のこの動画でも言ったと思うんですけど、メイクアップワックスは夏とかだと本当に暑くなっちゃう、もう室温とかがすごく高くなっちゃうので、すごいベタベタってなって使いにくくなっちゃうのを避けてもらいたいなと思います。で、冬、まあ、この時期もそうなんですけど、やっぱり暖房とか使うお家が増えてると思うので、暖房の近くにメイクアップワックス置かないでもらったりとか、あとそういう保管方法とかではなく、使い方とかなんだったら、一回取って、スパチュラで取ったり、まあ、ヘラでも何もいいんですけど、取った後本当にこねすぎないように、まあやっぱり熱も加わってしまうし、こねすぎると本当ベタベタしてこっちの手についたものを取るのも大変だったりするので、こねるなら本当スパチュラとかヘラとかで、まあ、こねたりとか、まあ、手でまあ大体はやっちゃうんですけど、私はそうしてます。参考になったかな。はい、私も特殊メイクしてるんですけど、ネタが思いつく瞬間っていつですか。ネタが思いつく瞬間は、私まあ、映画を、まあ、グロい映画とかをよく見るんですけど、例えばまあなんだろうな、指切っちゃったとかだったら、この指切っちゃった段階からもっとえぐくグロく指切れないかなって、まあ、発想をします。なので年から年中グロいこと考えてるわけではないです。はい、なので本当にインスピレーションとかは本当にちっちゃなこと、ちっちゃなことからブワって想像に膨らんだりとかします。アリスさん特